この辺はリリースです。全て 30% オフ。この辺のお値段がこんな感じ。全ての商品がね、50%、30から50ですね。安くなってます。オーバーオール、ちょっと懐かしいかな。はい、この辺からは、スポーティーなやつですね、もちろん女性用です。オールドネイビーのトートバッグです。安いですね。オールドパフューム12ドル。ヘア&ボディミストが8ドル。トートとトゥーパックポーチのセットが6ドル。すごい安い。はい、シューズタイプのサンダルです。サンダルっていうのかなお値段も27ドル99。すごく履きやすそうですね。 50% オフ。こちらが 30% 女性用のスウェット系、9ドル99。クリアランスになってますね。
暖かそうなフリースのジャケット、ゴム通り 50% オフです。お値段が3ドル99、あ、安い。それの1個買うと2個目が 50% ですね。なんで6ドルでね、2色買えるということです。このゴム通り2色で6ドル。この辺はおしゃれなカーディガンですね。 20% オフ、今ねこの店本当に 20% からね 50% オフ全ての商品やってますね。すごい着やすそうなデザインです。このおしゃれタイプの、ね、ゴム通りもね、オールドネイビー6ドル99です。で水着の上にね着るとちょうどいいような、なんていうの、軽く羽織るようなやつですね。これは部屋着になりますね。パンツスタイルすごく着やすそうです。上の段がショートスリーブの、ね、T シャツ、これが10ドルになります。よく見るとね、10ドルというのとパーセントで引いてるのとね、よく見ないと間違っちゃいます。これは 30% オフと書いてあります。このセクションはね、先日セントパトリックだったんで、アイリッシュのお祭りですね、セントパトリックの時の T シャツの売れ残りそれがなんと5ドル、セントパトリックスデーの T シャツが5ドルになります。ちょっと着るんだったらね、こんなんで十分だと思いますけど、ちょっと おしゃれなタイプのね、パーカー系ですね、これは、お値段50ドル。でもこれをもしトップスとボトムを合わせて買うと1個と次のやつが半額。右側の黒いのが30ドル、防水って書いてあります。レインジャケット、隣がねハイブリッドプーオーバー、これもね防水って書いてあります。 30% オフ、ウォーターレジスタントフルジップジャケット、防水ですね。お値段59ドル99。こんな感じになってます。タンクトップ、トランクス、タンクトップ、スイムトランクスですね、ハイパン。これ先日ワイキキで履いてる人いたな。お値段こんな感じです。29ドル99、今だったら 20% オフ、一
下はカニさん。これ家で履いてたらクラブハウス？この商品は1個買うと1個が半額。こちらは 20% オフ。この辺はカジュアルですね。ハワイでもね、レストランに行くときに、短パンゴム取りっていうわけにいかないんで、オールドネイビーで買うとね、安く上がるし、結構おしゃれなものもあります。ここにはジャケットというものもあります。80ドル、79ドル99ですけどね。この辺りからキッズになりますね。キッズ商品でみんな安いな。ベニスビーチ、カリフォルニア。結構キッズのもね、品揃ってるような感じします。かわいい。12から18万す。年齢でいうと1歳から1歳半ですね。こんなかっこいいのあります。値段はいくらになってる？19ドル99。なんかここに子供連れてきたらいっぱい買っちゃうかも。こんな感じですね。そしてバスケット好きにはロサンゼルスレイカーズですね。これ値段は11ドル99。安い。これも1歳から1歳半のショーツ。大きさ比較ができないんだけどね、形ちゃんとしてます。大人もんと一緒の格好してます。ここも全部子供用です。お値段5ドル。 T シャツ&タンク。ここはもっとちっちゃい子用かな。こちら側が女の子用になります。やっぱ可愛い絵柄がね、多いような気がします。女の子が可愛いですね。オールドネイビーのスウェット、上下。すごい可愛いデザインです。お値段上が19、下も19。でもね、これ上下で着てたらね、超可愛いかもしれない。
はい、0歳から3ヶ月。My first scent of pets。 初めてのセントパトリックデーって意味ですね。6ヶ月から12万です。はい、こちらの小さいのはニトル99、なんかタダみたいなお値段ですね。値段ニトル99。シャツとパンツです。なんか何枚やってもいいって感じですよね、子供用はね。そしてパンツは一丁前の格好してるし、そしてこの辺がティーンエイジャーになる前の女の子用ですね。ちなみにティーンエイジャーっていうのはね、13歳からティーンエイジャーです。13から19の間をティーンエイジャーと言います。この辺がガールズの T シャツですね。やっぱり T シャツ系がね、人気あるかなと思ってもう一度写しておきます。この辺のスウェットかっこいいですね。今気がついた、オールドネイビーまだ新しいんですね。エスタブリッシュ1994年になってます。こちらにもオールドネイビー1994って書いてあります。ここのデザインが全て10ドルって書いてあります。このデザインかっこいいですね。これとこのパンツ。撮影に関してはね、マネージャーに店内撮影して構わないと言われているので許可を取って撮影しました。やっぱり気になるサニタイザーサニタイザージェルが1本2ドルで売ってます。